会社が同じことやっちゃいけないっていうことは許容を禁止するっていうのは当たり前なんだけど、でもそこで勤めてた人まで一応入れとかないと。フランチャイズチャンネル。竹山さん、はい、今のフランチャイズで身につけたらノウハウで独立したいという相談ですけど、これはちょっと難しいですけど、もちろん、まあ、回答としてはダメっていうことですよね。これは OK ですよっていうところは基本的に聞いたらないですよね。契約上は協業禁止っていうものと機密の保持、この2つが大概の FC には入ってますね。で、従業員まで規定してるところが普通です。武田塾で言えば高社長が独立して武田塾みたいな塾をどっかでやられちゃ困りますよね。だそれはそういうことは絶対にできませんよというふうに契約書に書いてありますよね。会社が同じことやっちゃいけないっていうことは許容を禁止するっていうのは当たり前なんだけど、でもそこで勤めてた人まで一応入れとかないと、その人が全然別な地域実家に戻って似たようなのを始めるとそこに武田塾があったりしたら大変なことになるので、これはやっぱりこういうふうな質問を受けたらダメって話ですよね。でもまあ武田塾でもいくつか認めたケースあるじゃないですか。そうですね、うん、これは林さんとしてはどういう立場かな。要は武田塾で、うん、学ぶことというのは、うん、大学受験とか勉強法とかだけじゃなくて、うん、そのウェブの戦略だったりだとか、うん、広報だったり、まあ、運営方法だったりを習うわけで、うん、それを学んでその違う業種で独立とかって全然いいですよね。まあそれは全然ね、だから、うん、それはいい。あまりに同業ってのはちょっとまあやめた方がいいんじゃないって感じですね、どちらかというと、うん、そんなゼロから武田塾みたいなのを作ったらこれ結構大変よみたいな、うん、武田塾になかなか勝つの大変だと思うよみたいな、まあそんな感じですよね、うん、まあ、そうですね、うん、もちろんこうやって聞いてきたらいやそれはできないよっていう話で、うん、でまあグレーなところがあるんで近いところでみたいなことを考える人はいるんだろうね、うん、ただやっぱり一般的に難しいっていうのはありますよね。だからこの飲食関係で例えばね焼き鳥屋でやっててさ、うん、なんかちょっとずつタレを盗んでるみたいなさ昔はそんなのあったわけですよ、うんうん、だそれはやっぱり頭に入っちゃうからね、うん、それはやっぱり似てくるっていうのはあるとは思うし、だからなかなか微妙な難しい判断が難しいところはあるんだけれども、フランチャイズの規定フランチャイズのルールとしてはそういうことはできませんよっていうのがまあ当然にはなってきますよね。はい、はい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます、ね、意外と再生回数が少ないんですけれども結構なんかいろんな問い合わせいただけますよね。なんですけどこっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんでぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろ、ね、相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんでいろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。